パリオリンピック登録商標サッカー男子予選リーグ日本、パラグアイ、日本時間25日、フランスボルドー競技場、サッカー U から23日本代表は予選リーグ初戦で南米予選1位のパラグアイと対戦し、5-0で完勝。前半に MF3 の部俊介、21、が先制点を奪い、後半も3の部が追加点を挙げると途中出場の藤尾翔太、23、 モにゴールを決めるなど大量5得点を奪った。56年ぶりのメダルに向けウイジン白星発進の日本は時線28日、マリとの一戦に臨む。日本のスタメンは、武器に国ぼレオブライアン、23、DF に大畑歩夢、23、関根大輝、21、木村誠治、22、高井光大、19、の4人、MF に山本利人 22、藤田ジョールチマ、22、三戸俊介、21の3人、そして FW に細谷正宏、22、斉藤光希、22、平川優、23の3トップの夫人となった。アジア王者の日本と南米王者、パラグアイの一戦。まず日本がチャンスをつかむ。前半5分、コーナーキックのチャンスで、 ニアに走り込んだ関根が頭で合わせるが、武器にセーブされる。その後も圧倒的にボールを保持し敵陣内に攻め込む日本。19分、左サイドのスルーパスに大畑が追いつきゴール前にクロスを入れると、三の辺が落ち着いてトラックし右足を振り抜いた。ボールはゴールネットを揺らし、日本が1点を先制する。さらに日本に追い風が吹く。 25分にパラグアイの選手が平川へのラフプレーで一発退場。日本は10人のパラグアイと戦うことになった。相手のカウンター攻撃にも DF 陣が素早い寄せでシュートを打たせない。アディショナルタイムには平川に代わって入った佐藤慶城、23、が強烈なシュートを放つなど、試合の主導権を握った日本が1点リードで前半を折り返す。後半立ち上がり、 日本はパラグアイのセットプレーに苦しめられる。5分にはフリーキックからペナルティーエリア内でシュートを浴びる。11分にはコーナーキックからのこぼれ球に強烈なシュートを打たれるが、サイドネットに救われる。中盤に入り、日本は素早いパスが繋がるようになる。19分に、左サイドでボールを持った斎藤が個人技で一人かわして、ボール前の三の辺にピンポイントクロス。 フリーの三のヘが頭で合わせて、この日2点目となるゴールを奪い、2-0とリードを広げる。24分には右サイドからのクロスをゴール前で斉藤が落とし、走り込んできた山本が狙いすました一撃。ボールはゴール右隅に突き刺さり、3点目を奪った。さらに後半から入った藤尾翔太、23、ガニゴールを奪い5得点の日本が、 南米の U、パラグアイに勝利。日本は2000年シドニー大会以降、初戦に勝利した3大会、シドニー、12年ロンドン、21年東京、はすべて決勝トーナメントに進出している。試合後、大岩監督は、相手に退場者が出たんで、ボールを支配する時間が長く大量得点につながりましたが、次に向けて準備していきたいです。もう一つ一つ勝つだけですね。 その先に決勝トーナメントに行けると信じていますので、と話し、次戦のマリ戦を見据えた。3点目を決めた山本は、家族が見に来てる前で最高のゴールという形でチームに貢献できたのは嬉しかった、と笑顔を見せ、28日のマリ戦に向けて、次勝ったら決勝トーナメントが見えてくると思うので、次の試合、全力で勝ちたいと思います、と力を込めた。大岩ジャパンは、 8大会連続12回目となる五輪切符を獲得。1968年メキシコ大会以来56年ぶりのメダル獲得を目指す。パリ五輪で日本はグループ D に入り、25日にパラグアイ、28日にマリ、31日にイスラエルと対戦。グループ上位2チームが準々決勝へと駒を進める。